候変動は地球規模の緊急事態、約3分の2が回答。国連の50カ国世論調査で、世界50カ国の120万人を対象に調査を行ったところ、回答者の3分の2近くが気候変動を地球規模の緊急事態と捉えていることが明らかになった。迅速な対策による問題解決を望む声も多数を占めた。調査は国連開発計画がオックスフォード大学と共同で行った。気候変動に関する過去最大規模の調査だとしている。これまでにない特徴として、回答者中、50万人以上を18歳以下の若者に設定した。UNDP はこの年齢層について、重要な対象でありながら従来は意見を集めるのが難しかったと説明する。調査が行われたのは昨年後半。低所得国から高所得国までの50カ国で実施した。UNDP の報告によれば、これらの国々を合わせた人口は世界の半分以上を占めるという。当該国で調査したところ、回答者の 64% が気候変動を緊急事態と捉えていることが分かった。現在の状況は明確かつ説得力のある形で政策決定者らに意欲的な対策の強化を求めているとしている。また気候変動が地球規模の緊急事態だと回答した人の 59% は、世界が必要とされるあらゆる手段を講じて至急対応に当たるべきだとの認識を示したという。一方で、徐々に活動するのがいいとしたのは 20%、世界はすでに十分な対策を実施していると考える人は 10% だった。気候変動への懸念が最も強いのは若年層で、14から18歳の 69% が気候に関する緊急事態が発生していると回答。18から60歳でも約3分の2がこれに同意した。60歳以上での割合は 58% だった。この結果から、こうした認識がいかに広がっているかがわかると UNDP は分析している。調査では過半数が気候変動への対策について、たとえ自国に重大な影響が及んでも実施するべきと回答した。現在、世界のほとんどの国々が新型コロナウイルスのパンデミックによる打撃を被っている。CNN ニュース記事より引用。日本に住む私たちも近年の大雨被害の多さや夏の異常な気温など気候変動の影響と思われる問題が当たり前のように報道されています。世界各地でも異常気象だと思っている人々が多く、地球の環境問題は待ったなしです。我々の活動は、環境問題を微生物と宇宙からのエントロピーで地球の浄化を目指しています。我々人類は、壊してきた環境を健全化することです。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然にすべての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。そしてそこから排出される排水の浄化も行えるという夢のような研究です。
微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンクが